何度も言うが、言葉に出せ。言霊はある。夢は言葉にすると強くなる。恋愛も相手への気持ちも言葉にすると愛情が膨れ上がる。誰しもエスパーじゃない。言葉にしないと伝わらない。言葉にしなくてもきっと相手は分かってくれる。など、お前のエゴ。誰しも言葉にすることを慣れていなければ恥ずかしいとさえ思ってしまう。だがそれもお前の勝手な都合。言葉にしてこそ初めて意味が生まれる。それを忘れるな。大切な人を失う前にこのことに気づけ。失ってからでは遅い。大切な相手だからこそ、常に言葉にして届けろ。愛しているよ、と。これ、基本中の基本。